さあやっていきましょうかね。今日は5月19日ですね。5月18日月曜日に上げるつもりだったけど、マンデーパリーグのね月曜日に上げるつもりだったんですけど、もうすっかり火曜日。あ、そうですね、もしきよシリーズでございます。もしも清宮が3年目の清宮が4番で打ち続けたらどのような成績を残すのかシリーズのパート54ですね。特に見るべきものもなしということなんで、そのまま進めていきましょう。今日が19ってことでしょう。まあ1週間分ぐらいかな、とりあえず。うん、を見ていきましょうか。ちょっとピッチャーが足りん気がするけどね。ロバンドの調子落としてるし、ちょっと清宮が打ってきてるかな。ちょっとね、気持ちね。あと島田はね、一軍じゃなくていいかもしれないなと今思ってる。まだ早い、島田に一軍はまだ早いかもしれない。ちょっとね、この間野球つくの本を、攻略本のパーフェクトガイドブックみたいなのもう一回ちょっと見てまして、やっぱ二軍での育成はやっぱそれなりには大事なのかなと。前作の焼き付くではもう非常にその二軍を使うっていうことがかなりのキーだったんですけど、今作のもっとプロ野球チームを作ろう、もきつくの方ではあんまり二軍で選手が育たないんですよ。だからまああんまり2軍に置いとくよりは1軍でビシバシ育った方がいいかなと思ってやってはいるんですけど、まあ、そのパーフェクトガイドブックに書かれていたことはやっぱ怪我をするとステータスは下がるし怪我癖がつくと。だったら強行機誰、外野手、また前回の目玉外人は全然だったぞ。今回はどうなんすかね。普通急降下、左コーダが A で総力 B で、あと BBBAB で2億円って書いてあるな。うん、淡々とポンポンポンとね増えていってはいるけど、2億はちょっと高くないか、この程度の選手に。まああと2年間成長するとしてたんだ、考えるだけ無駄だよ。契約金6億はうちのチームでは払えませんね。を取りたいけど、今一番急務はピッチャーと考えると、ケンかショーかウォルポールか取った方がいいと思うけど、ウォルポール取ってもいいな、悩むけど、投手陣がね心もとないんですよね。この翔太さんをちょっと取ってみようかな。いや、やめとこう悩み癖が出ている。今日隔週にするって言って今日やっちゃったら、隔週じゃないね、ね全然ないね。とりあえず来週もあげるか。じゃあ今日はここをやって、あ、また島田を下げてないな。バンドスランプってわけではないね。キュミはちょっと打ち出してますね。ピッチャー陣がね、ほっはまあいいとして、
この坂東とかあたりはまだちょっと投げるにはまだまだって気がしますね。絶不調のショーダー投げさせてみる。いや、万全の状態で生かしてみよう。まずはガンちゃん、ビシッと。次は、うちのエース関根、バシッと。ふぅ2連敗じゃん。特にいじるとこないな。ロッテ相手に苦戦してますね。まあやるしかねえか。今日はこの試合を見ていきます。ちょっとね、調子落ち気味の翔太ですけど、まあ もともとポテンシャルは高いんでね。前もロッテとやった気がするけど、今回は千葉マリンですね。千葉マリンスタジアム、名前違うかな。ゾゾスタマリンとかのなってるかな今は。坂井、ボーリック、小坂、サブロー、これがなんだっけ、あ、ライド立川、センターなんだっけ、出てこね、ロメロじゃなくて、ペレスじゃなくて、はい、いきなりチャンス。矢蓋を打ち崩していきましょう。前も矢蓋とやった気がするな。直近で矢蓋とやってるよな。直じゃないけど、直近じゃないけど矢蓋とやってるな。この位置のカメラが一番見やすいね。野球がね、全然始まるとも始まらんとも、まあ始まらないんだけど、全然なんで。落ちたー、セーフ。マリンのか、ちょ、なに、え、は、ツーアウトランナーありません。ファースト前、ファーストゴロ、ファーストゴロ併殺だ、まあ、ファーストゴロ併殺だ、普通だけど、ひどかったな、今。清宮、打ってんね。打ってんね。好きに打たせよう。これが4番よ。ついに4番の片鱗を。ファー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 。ワンストライク、ツーボール。バッティングカウント。あ、今の打たんと。今の打たんといかんや。おー、いい打球が。よ、走れ、走って、走ってくれ、新庄。さあ、5番、新庄登場、おバンドです。ただまあ、ここの打席あんまり期待してないですね。まあ、打ってもいいし、打たなくてもいいしが。まあ、ツーアウトだし。ランナー、清宮だし。ファーストランナーね。まあ、1点、打って1点入らんことはないかもしれんけど。ね、まあ、そこまで期待してはいませんでした。まあ、初回から4本ヒット打って、まあ、攻撃としては悪くないかなってところですね。これ、右向いてるのは、こっちの方向に、あ、こっちの方向にカメラがある。カメラのマイクがあるんですね。こっち向くと声がクリアに通る。だけど、あ、そうだっす。今のロッテの4番はプリモだった。プリモ出てこんな。ちょっとね、声がね、マイクにまっすぐの方が聞こえはいいのかもしれんけど、ちょっとコードがそこまで伸びないっていう。さあ、翔太、やはり調子が悪いのか。1点を失っております初回。ただうちのチームとしても翔太は、まあ、これからの選手、伸ばしていきたい選手なんでね、まだまだこんなところで落ち込んでもらいたくない。伸びていってほしい。チーム一丸、また刺されてる金子が。清水正海の肩が強いね。ロッテ打線、右バッターが多いかな、もしかして。サブロー、大村サブロー。
岡山出身ですね、サブローもね。どこだったかな、玉野、違う、ビクトリオールだ。サブローの出身がどこだったか覚えてない。さあ小笠原の打席ですね。ファーストランナー坪井を二塁に進ませて小笠原、打率3割6分。まあ、バッティングは好調でしょう。うん、前の座席実質ヒットなんだけどね。あそこで変な走り走塁をしなければまあ、うん、次の投球もう一度牽制です。打て、あ、見えてないわ。高めから落ちてくるフォーク、危なかったね。もう一回高めから落ちてくるフォーク、ゲームだとよくある球種だけど現実ではあんまり使われない。あー、現実で使われない高めからストライクゾーンに落ちてくるフォーク、あんまりないよね。まあ、そもそもそういう球ってあんまり審判もストライクにしづらいというか、うん、なんじゃないかな。審判が手元でこう、やっぱりこうキャッチャーの手元ぐらいの球はそんなにしっかり、特に高さは見えないもんだから、フォークはその分ストレートの軌道から来て落ちるから、まあ審判の目をこう取り方によっては欺けるっていうのがあるんだけど、高めからフォークというのは低めからのストライクゾーンからボールに落ちてくるフォークね。でも高めから落ちてくるフォークは審判の目付けが最初にボールで見てて、で手元で下がってストライクに入ったとしても審判の目線的にはやっぱりボールだと思ってるから、まあたとえキャッチャーミットの位置がストライクゾーンに来てたとしてもなかなかストライクって言ってもらえないんじゃないだろうかって思うし、まあそもそも高めの球ってのは危ないから、まあ現実ではやっぱりそのボールかなと思ってストライクゾーンに入ってくるようなフォークボールっていうのは使えないんだろうなって思いますね。適当なこと言おう。ゲームでのフォークボール数、前もロッテばっか対決してるね。うん、巡り合わせだね。ロッテとの対戦率が高いな。うん、あ、田中幸雄がーってなって言おうとしてて、前の片岡がどうのこうの、あれ近鉄か、あれ近鉄だわ。ちょっと打たれてますね翔太、ここ大事。右打席に迎えた両打ちのボーリックですけども、翔太変化球がね、チェンジアップとカーブしかないんで、ふぅ、よしよし、5回に失点、まあ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 悪くはね、ここら辺で点取って翔太に勝ちをつけてやりましょう。このカメラ嫌い。まあ、坪井はね、ほっといてもヒット打つから何の指示もする必要ないね。風、マリンの風、アウト。小笠原2打数、あれ最初のやつヒット扱いになってるね。ファースト前安打になってるね。結果はゲッツーだけど、記録上は一塁安打になって一塁前ヒットになって、ストライク見送った。ボール、ツーストライク、ツーボール。うーん、どうでしょう。あー、千代さん上位打線の3人の座席を見ていく。ストレート。投げました。見逃してストライク。
フォークの使い方がうまいね、ヤブタが。今日の試合に関して、これ負けるかな負けちゃってもおかしくないな。フルカウント、ペイオフピッチ。ああ、初柴清。あれ今初柴清って言ったね。全然初芝でもなんでもない、田中幸雄じゃねえか。田中幸雄はロッテにいるんだけど、初芝もロッテにいるのか。出したのか。ダメだ、翔太が、翔太が小坂打ち取れるか、なんとか。そうだ、そのカーブでいい、カーブを続ければいい、全然いいぞ、間違ってない。あー、全然犠牲フライ十分。うおー、なんという、まあ、結果は犠牲フライと、まあ、アウト一つ取れなかっただけで変わりはしないか。粘れ翔太、粘るな。新庄の肩ならばさせる。お、この抑止力、この抑止力よ。さあ福浦、ここまででしょうね。6回3失点でいけば御の字よ。翔太頼む、頑張ってくれ。GM の気持ちを乗せて、思いを乗せてくれ。翔太ならいける、抑えれる、この満塁のピンチ。いいストライクだ、いいストライクだ。審判辛いな今の。ああ、次ボーリックから、田中行くよ。ポリックかな、プリモ変えよう。プリモはちょっと抑えれる気がしない。ここで立山の投入です。いや、まあまあ翔太はね、頑張った頑張った、全然攻められるピッチングをしてないね。結果としては、まあ、結果としては6回4失点ではあるけれども、まあまあそこまで攻められるほどじゃない。十分試合は作ったよね。うちのチームがちょっと打ちあぐねたかなという感じでね、十分試合作った。翔太のピッチングは、まあ、賞賛に値するレベル。ここを立山がビシッとね抑えてくれればいいんです。ザッ冗談まで運んでたか。内角高め、ボール球を強引にとか言ってんな。なんてピッ、なんてバッターだよ。あー、ダメだ、今日はダメだ、勝てねえ、こりゃ勝て。立山くそー、矢蓋にここまで冷風ですからね。いやー、こんな日もあるね。全然こう点が入っていかない、立山そして調子悪い。ここはまあ右と来るんで、あー、清水正海にも打たれとる。立山が失敗かこれ。金子、野口ダイソーを送りますよ。石本、まあ1点でも2点でも返していこう。9点差、逆転はちょっと厳しいんじゃないかな。だ、投稿打低のうちのチーム、投稿じゃねえ、打高投低のうちのチームでもちょっと9点は、このまま上位につながって、
ピッチャーもちょっと矢蓋が投げさ、矢蓋下ろさん限りはちょっと厳しいんじゃないかな。ここはフォアボールがベスト。入るんだよな、こういう時は。で、ここでバントすると、入ってるんだよな。よし、これはいって。ああ。プリモの守備がさてはいいんだな。アグレッシブに行きたい。よし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 。うわあ、何振ってんだ。このまま立山を晒し投げにしてもいいけど、まあいろんなピッチャー使っていこう。調子がいいんでちょっとホッタを。堀田でいいんだね。堀田じゃないね。堀田博士。ダメだ。ダメだ。ああ、そう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 。そういうことよ。キャッチャー変えてなかった。選手交代です。投げました。さあどうだ。あ、よ。飛びつきました。二塁へ送球。よーし。プリモ、先ほどはホームランを打っております。プリモすげえ。まあまあまあ、これ経験だから、堀田に経験させている。決してピンチに強いわけではないが、堀田は。よしよしよし、いいぞー、いいよー、いいですね。セカンド堀浩一。ラストイニングですね。1点ぐらいは取っていきたいな。矢蓋に100球完投はちょっとね、屈辱だな。いい時はいいってことなのかな。あんまりチャンスがなかったな。まあ、ストライクスリーボール、フォアボールでもいいから出塁したい。よしいいぞ。さあランナーの新庄走らせてのノーアウト二塁で清宮ですね。夢を乗せて、あ、高めのフォークを使いがち。バカが、あ、ここまで強盗を続けてきましたが、マウンドを降りることになります。あ、これは外れました。ダメだな、もう晩作尽きたな。ストレート入っています。ストライク。スライダー投げた、空振りストライク。なんとなく見ちゃってるね、最後のバッター。なんとなく見ちゃって、散らしていきます。もう絶対逆転の目はないんだけど見ちゃうね。おバンドの意地が見たい、ここの場面。意地ですね。おバンドにダイソーだけど、まあ平下か赤だ。平下のが足早いんだね。平下、ダイソー平下。通り。あ、ちょっと今ちょっとダメだった。あーや、全部ダメだったな今日は。ちょっと
V を離れるのが遅かったよね、今一瞬リプレイしたぐらい。いやー監督怒ってますね、まあ、監督の作戦も悪いけどね。ランナー二塁の新庄ヒットエンドランで清宮っていうのはちょっと良くなかったんじゃないかなって思うけど、まあ3連敗する時もありますね。3連敗ロッテ相手に3連敗完敗だ。しかも結果も良くないよね。0球とか投手の防御率は上がるし、バッティングの打者の方の成績も下がるし、いやー厳しい試合でしたな。てれて、なに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 、トレードの打診、違う、あトレードの打診、誰が欲しい、相川、あーなるほどね、欲しい相川、これで相川を、宮崎秀樹、野村弘樹、宮崎秀樹、ちょっと調べてみます。ちょっとねパラ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 パーっとね、そうこの時には止めとけばいいんか、動画をね。ちょっと止めます。この宮崎って選手は結構いいですね。今長打 C なんだけど、左コーダもまあ悪くなくて、で右コーダが年齢重ねると上がってきて、で外野の守備も悪くなって足も速くなるっぽいんで、非常にこういい選手だと思います。ただ相川はやれないね。なんかトレードとかでいい年になったら取りに行ってもいいのかもしれんなって思うけど、よし翔太は OK。 うーん、4億7251万円ある。開発してもいいけどね、チケット代を一つ上げてサイドビジネスって言ったらビジネスでグッズショップを建てましょうか。2億円で1週間なんで、1週間かかるけどね、これぐらい作っとかないと、まあ月末が怖い。いざとなったら売れるんでね。あとなんかやっとくことあるかな。練習設備とかスタジアムの増築をしたいけど、何億だろう。スタジアムの増築、4億か。今のお金できたな。お金が足りないってよ。これもまあ出た。よし、ちょっとまったりとしましょうか。まったりとする時間なんていらないんだよ。実況に、ゲームの実況にまったりとする時間なんて。フロスト遊撃士、フロスト遊撃に、はあ、肩の弱いフロスト遊撃に、向いてないってチェンジアップ、結構三振とか取ってんだけどね。飛距離上げたいね。やっぱね外野が飽和しすぎって気がするんで、飛距離上げて誰か下げよう。ということで今日はここまでにしましょうか。まあこんな回もあるね。特に収穫もなくみたいなね。まあ1週間頑張っていきましょう。来週もまた焼きつくをあげます。ほなまたお元気で。